声に導かれカテドラルの頂上に立った。神が降臨するために設けられたであろう祭壇には、あの男ルイ・サイファーが6枚の羽を持つ打天使ルシファーとしての本来の姿を表して俺たちを待っていた。ルシファーは神の手先であるミカエルを倒したことをねぎらい、法の神、彼の計画は阻止された。魔界に落とされた古の神々も復活し、混沌に染まった地上では新しい生命が次々と生まれ、破壊と再生は永遠に続くだろうと言った。ルシファーは、法の神は滅びてはいない、彼こそ侵略者であり、私も彼の一部でしかない、そのことを忘れるな、人の子。最後にこう言い残すと、俺たちの前から飛び去っていった。
しかし彼らも神の一部でしかないということはどういうことなのだろうか。俺の選択は本当に正しかったのだろうか。